え、あ、そこだ、そうそう、そっちです。じゃあ福士君側からこういうのも、はい、取ります。 OK OK。 どこ行きます？どこ行こうか。ディズニーランド行きますか。ディズニーランドいいね。USJ、ディズニーランドとか行くの？ディズニーランド行かないですね。行かないんだ。なかなか。でも一番最近のアメリカのディズニーランドです。おお、うん、カリフォルニアの。カリフォルニアの。じゃあディズニーランドが行ったらもう大変でしょ。結構それでバレたことも何回、ね、1回かなあって。日本で、日本の時そういう時どうすんの？いや、だってみんなわーってなっちゃうでしょ。いや、結構なんかサングラスって言ったんですけど、もうさ、うん、もうバチバチにバレまくって、みんなに逆に目立つのかな。そうそうそう、ディズニーでサングラスしてる長身の男っていうのね。しかも俳優3人で、山田裕貴と入江仁義と3人で、うん、男3人で行ったんで、うん、みんなでかいから。いや、それは目立つわ。あれはかぶり物とかしたの？ミッキーとかグーフィーとか。そう、それでかぶり物、その後からかぶり物して、うんうん、なんかワニみたいなやつで、はいはいはい、結構見えないみたいな感じになってやったんで、その時は結構バレずに。しまいにはもう最後の最後、うん、でも写真撮ってくださいってもやっぱ結局言われちゃって、なるよね。で、そのなんか女子高生ぐらいの頃あった。はいはい、それは嬉しいよね。あーと思ったら、うん、写真撮る側だったっていう。押してくださいだったんだ。そうそう、押しちゃった、押してくださいなので。気づいてないってこと？気づいてないから、はい。そうか、もう被ってるから、ワニとか被ってるから。すごい意識しちゃったけど、すごい、あ、次に来ちゃったかって思ってたら、うん、全然自分じゃなかった。あれ、地元はどこ？地元東京です、僕は。あ、東京なんだ。はい、なんで。じゃあもう都会っ子なんだね。どこですか？この東京で。あ、東京ですか。そう、ディズニーランドなんて普通に、うん、そうですよね。デートとかでね。確かに学生時代も確かに行ってたよ。なるほど、デートの話とかしちゃって大丈夫なんですか？全然。だって天海さんもしたからね。あ、本当ですか？うん、天海さんの若い時の恋バナ。じゃあ好きな人のタイプとか。あ、そういうの、そういうの聞いてみたい。確かに。自分で言ってて自分の。それ、その願望あるの？結婚したいとか。ああ、願望、いや、まだないですね。まだないよね、それはね。自分の夢がはっきりすればするほど結構遠ざかる、うん、そっか。な、僕的にはその夢っていうか目標というか、仕事の目標、うん、こういうことをやりたいっていう。そうですね、出てくるとやっぱ自分の時間だったりとかが必要になってそうだよ、ね、くるかなって思ってて、うんうん、でも兄弟がお姉ちゃん2人でしょ、うん、姉2人です。どういう感じなの、女兄弟、男の子が。いや、確かに女のお姉ちゃん2人っていうのは俺の中にはない感覚なんで。多分全然違うんでしょうけど。仲はいい？仲いいです。へ、でも僕にとってそれは普通なんで。そっか。何が、何個違い？5つと4つ上です。あ、じゃあちょっと離れてるんだ。ちょい離れしてるんで、だからほんと可愛がってもらいましたけどね。お姉ちゃんたちも綺麗でしょ。いやいやいや、こんな綺麗な顔したら、あの、僕だけかっこいいだけだ。きたー、きたー。いいですね。これ今なんで来たか言っていい？はい、俺たまたま近くだったんで、俺の母校。これすごくない？ここ高輪大小学校。そう、すげえ。ここに通ってました。僕は来たじゃないですか。高輪なんですよ、地元が。なるほど。そうで、ここに通ってました、6年間。すげー、来ちゃった。母校、小学校。小学校。そう、すごー。だそれで6年生の時に、うん、この学校で、うん、その学芸会、はい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 、でミュージカルをやって、うん、それで学校の中で主演で選ばれてやったっていうのもきっかけの一つで。キーでしょうね。そう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 、そこがね、昔駄菓子屋さんだったの。うん、でおじいちゃんがやってて、うん、もう今いないのかな、結構年配のおじいちゃんで、うん、どんだけ駄菓子を買っても、うん、20円っていうの。何個買っても20円っていうのね。すごいすごい、何それ。これからなんかこういうことをやってみたいなとか、自分の中で新たな、あ、なんかあります、めちゃくちゃあります、うん、そういうの聞いてみる。俺歌やっぱ好きなので、うん、歌とか、うん、そのダンスだったりとか絵とか、うんうん、え、絵を描く、とか、うん、もうなん、すごい興味がめちゃくちゃあって、うん、
この種をちょっと伸ばしたいなっていうめちゃくちゃいいじゃん感覚があるんですよ。なので歌に関してはエクサグルさんにお世話になって、全然もう何でもやりますよ。そう、なんかそういう自分の好きなことをなんかどんどんやっていけたいなっていう、でその好きなことを通してまた皆様になんかこうアウトプットする場所があればいいなって、いいね、思ってます。それも好きだと思えてるんだもんね。そうなんですよ、それ一番大事なんだよね。やりたい、面白いと思えるものが、うん、それが今一番熱いのが歌とか。そうですね。絵っていうのはどういう、描きたい衝動があるんですよ。へー、でもそれこそ描きたい衝動あるけど技術全くないパターンで、これをどう表現していいか分かんないっていう感じなんですよ。だから勉強したくて、あと自分に合うアートってなんだろうっていうのを見つけたい。なんかただ別に絵の具で描くだけじゃないじゃないですか、いろんな描くにしてもあるから、なんかもうシャーペンとか鉛筆とかで描く人ももちろんいるだろうし、はい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 、今だとサンドアートとか新しいのがよくあるじゃないですか。何でもいいんですけど絵として描け、何か描きたいっていう。でも絵とかその歌とか、うん、20代前半とかは興味そんなに持てなかったけど、それを持てるようになったきっかけっていうのはあるの？なんでしょうね、あれ俺歌好きだなみたいな瞬間っていうか。2年前ぐらいから僕2年前3年前ぐらいからちょっと表に出るように、うん、そのプライベートの時に外に出るように心がけてて、あ、今までは出なかった？もう全く出なかったです。もう超引っ込み思案の家で陰キャ生活を。そうかそうかそうか。ずっとしてたんですけど、でもちょっとこのままじゃつまんない男になる気が、つまんない人間になる気がすると思って、うん、出るようになって、そういう中でいろんなものを触れていく中で、そうですね、あ、実は自分こういうの興味あったんだっていう、うんうん、だ一歩ね外出ることで世界が広がっていくみたいな。変わりましたね。確かにね。なるほどなって。人との交流の中でしかなかなかやっぱり生まれないからね、うん、ものはね。あ、じゃあそれやっていきたいんだ。そうそうそう、そうなんですよ。でもね、歌を、歌はもうずっと好きだから、うん、もちろんすごい独学なんですけど、ね、芝居の中でそういうシーンがあるとかってこともこれからありうるし、わかんないよ、ミュージカルもあるかもしれないし。そうそうですね。 CD 出すとかコンサートとかね、うん、うん、いいね。でもそういう次のやりたいこととか面白いと思えるものがあるってワクワクするよね。あるんですよ、ワクワクしっぱなしなんですよ。じゃあ今そのプライベートの時間とかで一番楽しい時間、好きな時間っていうのはやっぱり歌ったりする時間。歌ったりとか、僕は、まあ、格闘技もやるので、うん、格闘技やってる時間とか。そうだから好きなことがすごい多いね。好きなこと多くなりました。すごいね。もうね、もう本当にね、20代前半は好きなことゼロだったんですよ。もう何も好きなことがない。だから休みの日なんてずっとぼーっと何も考えてない、いるし。じゃあ今考えられないんだ。今はもう逆なんだ。逆です。はあ。日々明日何しようみたいな、明日ジム行こうみたいな、明日格闘技やろうとか、もう本当そういう楽しい毎日があって素晴らしい。それ全部つながっていくと思うし。そうなんですよね、うん、これ役者の仕事のいいところってそこじゃないですか。そうやってきたことが全部そこにつながっていくっていうね。これが楽しいですよね、うん、そういうのがあるとポジティブシンキングになっていかない。そうですね、なります、なります。なんか一人で考え込んだりやることないなっていう時間が多ければ多いほど、そうですね、悩んでっちゃう、うん、と思うんだよね。意外に忙しいほど、やることが多いほど、考える時間がなかったですよね。そのもう、そうですね、やんなきゃいけないから、うんうんうん、ついこれやろう、あ、これやろうとかってなってる時ってワクワクするし、めちゃくちゃしますね。だからやりたいこととか好きなことが今多いっていうのはめちゃくちゃ理想だけどね。めちゃくちゃいい。いいね。そうなんですよ。撮ろう、撮りますね、これ。あ、そうだ。なんかね。そう、これでもね、ずっと回してたわ。これなんかインカメラで一緒に撮ってもいい？で、いや、彼女を。あ、うん。あ、これでもやりました。いやいや、みんなやってます。いや、彼氏か。俺のはいらないでしょ。ちょ、これ福士くん、福士くんバージョン。いくちゃん。いくちゃんってあんま言わないけど。どうしたの？何？いくちゃん、今日はどこに連れてってくれるの？今日。行きたいとこない？特にないかな。ない？どうしたの？声なんか今日。え？あれ、声がありした？おかしい？なんか声がいつもより低いっていうか。大丈夫？大丈夫。大丈夫？チュッ。ちょっと
ちょっとやめなって。じゃインにしよう、インカメにしますね。あ、じゃインカメで、インカメでしょ、自分バージョンって。俺あの運転中だから。いや、いい、やんないっすよ、自分バージョン。ウケる。今、育三郎とデートナウで使いますね。ちょっとソータとデートナウやって一回。いや、いいですよ、いいですよ、そんな。ちょ、やってよ、それ、YouTube できない、できない。見てるファンのために。懐かしいもん。育三郎とデートナウですよ。いや、どう使えばいいんだろう、何。でも、いろいろ行きたいね。コロナ落ち着いたらね。うん、そうですね。あと、ピアノだね。ピアノもやりたい。そんな大きくなくていいから、電子ピアノ。うん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 。部屋で片隅に置いて、うん、ちょっとそのハマっちゃうだろうな。絶対面白いよ、それは。確かに俺も永遠ですもん、20代は。本当ですか。好きで、でそれをやってたら、うん、今自分のラジオ番組で毎回、そうやってますよね。そう、自分が趣味でやってたことを今コーナーにしちゃってるから、ゲスト呼んで歌ってみたいな。そう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 。あ、今度来てよ。行きます行きます、ラジオ で歌おう一緒に。楽しみ。ということで、はい、なんかだらだらと、うん、たわいもない話もしてきましたけども、ね、こんなんでいいのかなって感じですけど、でもね、こんなもんいろいろピアノとかも本当に絶対できるんで、おー、はい、レクチャーした一回、うーん、ぜひ、ね、なんかまたちょっと星くんとはいろんな音できそうなんで、そうですね、はい、到着帰ってきました。じゃあここにバイバイ入れていいですか。はい、はい、ということで、福士蒼汰くんとのドライブ到着しました。到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。またありがとう。ありがとう。さあ、ドライブ終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。楽しかったね。楽しかったですね。だから もうちょっと時間あってもあってもいいぐらい。いいぐらい。わかりやすいです。じゃあここで慶雲の所属タレントみんなで作っているという感じを出したくて、うん、なるほど。みんなの声を録音して今後の慶雲の YouTube チャンネルにその声を載せていく第1弾を福士くんにやってもらいたくて、はい、福士くんの声を次の方の中の YouTube の作品の中に出していくんです。なるほど。SE みたいな、ね、そう、SE、ま、盛り上げみたいな、 SE をみんなにお願いしちゃうという。事務所的に大丈夫ですか。事務所的に確認大丈夫ですか。大丈夫、一緒なんで大丈夫です。大丈夫です。まず1個目が企画とかを発表した時の、うん、おーと盛り上げる。なるほど。声、はいはいはい、俺がいる、俺が賑やかしてるみたいな感じの、福士くんが盛り上げてくれたってなるわけですよ。いないけどね。いないけど、それがだんだん増えていくと、なるほど、一つの作品にいろんなタレントが参加しているという。すごいですね。じゃあこれで撮っていきます。何ですか。出た、美容系 YouTuber みたいなやつ。美容系 YouTuber みたいなやつをやってる。5秒前、4、3。おお。ありがとうございます。みたいな。どうなの。いい感じじゃないですか。じゃあもう一個テンション高いバージョン。テンション高い、テンション高いやつ、はい、3、2。よっ、きた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 いいじゃないですか。いいじゃないですかね。おおって言ってんのにきたきたきたってなっちゃったけどいいですよ。いいのって言った時にいいねという言葉が欲しくて。なるほど。まずはちょっと盛り上げる感じで、はい、最高っていう感じの思いでいいねをください。いいね。はい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 。まあこんな感じありますよね。はいはい、いいありますよね、はい、もう一個はちょっとクールな、はい、ちょっとキザなというか。いいねいいですか。いいですかね、はい、ちょっと福山さんって続きありましたけど誰って感じですかね。ちょっとさあ続いては、話のオチとかによくつくチーンありますね。あれを福士くんに鳴らしていただくといいですか。え、これですか。これです。これを鳴らしてください。これ
誰やっても一緒じゃないですか。いやいや、これは福士くんのチーンが福士くんのチーンが欲しい。福士くんのチーンってえ大丈夫ですか。福士くんのチーンが欲しい。放送禁止じゃないですか。大丈夫よ。福士くんのチーンが欲しいんですか。福士くんのチーンって鳴らした音、うん、これをいただきたいです。へえ、いいですか。うまく鳴らせるかな。いい音、いい音でお願いします。わかりました。それいきます。はい、意外に長いですね。意外に余韻であるんですね。余韻が。じゃあもうちょっと強いバージョンでいいんじゃないですか。今の差はありましたからね。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ続いてはチン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 と、はいはい、ちょっと多めの、はい、ありがとうございます。いいんじゃないですか。いいですか。じゃあ最後は、まあ、YouTube でよくあるあっ、わかります、うん、おうみたいな、その番組の締めとか、はいはいはい、言葉の最後とかでよく聞くことがあるんですよ。うん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 。これやると結構締まるんですよね、エピソードが。なんですよ、これを二人で。なるほど。おう、おっと、高い。ちょっと高かった。おう、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 みたいな息、おう、ザラザラめで、おう、おう。いいですか。おちょっとちっちゃかったかな、ちょっと声出なかった気がする。よし、もう一回いこう。 OK、 行きます。おいいんじゃないですか。うん、今悪くないですね。うん、 OK、 いい感じ。あ、ありがとうございます。よかった。さあ、もう福士くんのいい声取れましたし、これからも軽音 YouTube チャンネル盛り上げていきたいなと思いますし、福士くんの声がいろんなところで聞けるはずです。皆さんぜひチェックしてください。ということで、この声でお別れしたいと思います。いくよ、せーの。